わあ素晴らしいたくさんの方がいらしてくださっていますね実はあとで皆さんにお願いしたいことがありますからもちろんスタンディングオベーションをしてくださいなんて言ってませんですけれども皆さん是非挙手をいただきたいと思いますのでよろしくお願いしますまずは私の友達の話をさせてください典型的な日本の普通のサラリーマンです 一生懸命働いていて東京の中心に住んでいる方15年間1人暮らしでキャリアを積んできましたそして社宅に長く付き合っている方と入居する予定でいましたしかし会社の社宅管理会社からはノーと言われてしまったんです社則に反すると言われたのです なぜですよ犯罪者と住むからでしょうかいえいえそうではありません車速を違反したとなぜなら男性の交際相手と同居するからだと言われたそうですゲイだったのですなんでそうしようと思ったかというと 少なくとも歓迎され、受け入れられるだろう、歓迎されなかったとしても受け入れられると思ったのです。小さい頃友達にからからわれました。お前は、オカマだと言われたんです。オカマというのはゲート、いう。 日本語の言葉ですがちょっと差別用語ですそれ以降もう二度と自分の性について話すのはやめようと思ったそうです大変傷ついたそうです自由に自分の心を話すことができなくなってしまったのです僕にはその痛みがよく分かります僕が本人であり社宅申請を 交際相手が男性であるという理由で拒否されたのです。僕はゲイです。うわ、日本ですごいカミングアウトしてしまいましたね。<laughs> ありがとうございます。この写真カラフルカフェの写真です。昨年早まで開店しました。まあかなりですね。えー 帝国の庭の前に出してますので大胆な案とも言えるかもしれません昨年、夏週末だけですけれども NPO のグッドエイジングエールズの仲間と立ち上げました LGBT が支援するカフェです。 ここではゲイのカップルが自分たちのありの,すえま,あありのままで,ですね人前でごく自然に手をつなげるのですそしてソフトバンクとかアルファロメオといった大企業からも共産企業として協力を得ることができていますゲイでもレズビアンでもバイセクシャルでもトランスジェンダーでもあるいは ちょっと立ち寄った見知らぬ人でも自分らしく荒れる場所なのですでは皆さんにご質問ですどなたかお友達にゲイやレズビアンやバイセクシャルやトランスジェンダーの方いらっしゃいますか挙手をお願いしますありがとうございます実は人口の占める割合は少なくないんです2%から5%が性的少数派だと言われています 実際ある日本法人が従業員調査を昨年実施しました3%の従業員が性的少数派であったということが分かったそうです3%と聞いてたったそれだけかと思うかもしれませんですが実は360万人ということになり横浜市の人口と同じ程度になります 日本で2番目に大きい都市ですですからそんなに数は少なくないのですしかし日本では先ほどの住宅え、社宅の問題と同じようにえ、福利構成を得ることができません結婚保険年 などなどです人によっては日本は性的少数派に対するヘイトクライム造犯罪の件数は少ないですよねと言います歴史家によると実は侍文化の中でホモセクシュアルはもっと受け入れられていたそうですしかしゲイとして LGBT としてなかなか日本で暮らすということは難しいと思っています もしかしたら、そもそも日本では他人と違っているということが難しいのかもしれません。毎日差別を受けているとは感じません。敵意はないと感じますですけれども、無理解というのはまだあります。にについて冗談をを言ったりすするのを耳にしますこういう動きは小さい一歩かもしれません。早めにカフェを持つとということ ですけれどもこういう運動が人の見方を変える一助になり得ると信じていますちょっともう一つストーリーをお話しさせてくださいこれは実はさよならパーティーを開いた時の写真です 近所の方とかお客様とかいろんな方が集まってくださいました実はこちらにいらっしゃる一人の方私たちのカフェの考え方を支持してくれませんでした少なくとも初めのうちはですけれども最後にはパーティーに来てくださったのですそして一緒に大いに楽しみましたずっと見ててくださったのです えそして今日も実は見てくださっていますなぜならば本日再びからフルカフェが早間でオープンしているからです今みんながライブで見てくれていますありがとうございます <laughs> 最後に僕のその後の話をさせてください僕の会社の人事が協力をしてくれ 柔軟性があるということを証明してくれました社宅利用の方針を変更してくれ先週実は社宅にえ僕の付き合っている方と一緒に引っ越すことができました受け入れられ皆と,同じ、えー、皆と違っても OK なんだと感じられるようになりましたご配置ありがとうございました